はい、ポイントは3つだ。1つ目はベースの内側の角あたりを蹴るんだ。そうするとベースからの反発をもらって加速ができるんだ。2つ目、角を踏むことでベースの反発をもらい、そして遠心力を使って体を内側に傾けるんだ。その際左肩を落とすことが重要だ。勢いを持って次の塁に狙えるぞ。3つ目、打球方向によりベースから離れる距離も違うんだ。すぐに止まらず獲物を狙うチーターのように、いつも次の塁を狙う姿勢だ。